前回の動画ではあの M1 チップ MacBook Air のプレミアプロでの 4K 動画の再生がねどれだけスムーズにいくかっていうのを画質を変えながら比較したんですけども、先日 iPhone 12 Pro Max で動画を撮った時にそれを M1 チップの MacBook Air に入れて編集したんですけど、なんかものすごくスムーズにできたので、その前回比較した動画でもたつくもたつかないみたいな話があったんですが、なんか他にも別のところに原因があるんじゃないかなと思って、今回もう少し詳しく調べてみようと思いました。はい。で、今回も基本的に α7S3 で動画を撮影しているので、α7R4、α7C とかを使っている方に、参考にしてもらえば嬉しいです。それで、どんなことを比較したかというと、まず記録方式を XAVC-S4K24P と XAVC-HS4K24P にまず分けます。で、それぞれの動画で、ビットレートとカラーサンプリングとあとビット数ですね、これらを変えて撮影して、かつピクチャープロファイルも変えて撮影します。ピクチャープロファイルは、ピクチャープロファイルなしと PP9S-Log3 ですね、とあと PP10 の HLG にそれぞれ分けて動画を撮影して、それらがプレミアプロ上でどれだけスムーズに再生できるかっていうのを調べて、うまく再生できなかったものの共通点を探したいなと思います。この左にあるのが、これが GPU の利用率使用率で、下が CPU ですね。で、この右側の方にある表がそれぞれ調べる動画の種類です。なのでこの上から順に見ていきたいと思います。まずは、XAVC-S4K24P のビットレート60メガ、カラーサンプリング420の8ビットの映像をピクチャープロファイルなしと9と10で見ていきます。これが PP9 ですね、S-Log3 です。はい、終わりました。特に隠すことはなかったと思います。はい、で次にビットレートを100メガに変えて再生します。これピクチャープロファイルなしです。これが S-Log3 です。最後が HLG です。終わりました。こちらも特に問題ないと思います。はい、続いて100メガ、ビットレート100メガのカラーサンプリング422の10ビットですね。ピクチャープロファイルなしですが、かなりカクカクしてます。S-Log3 です。こちらもかくついてますね。再生できそうになったそうな感じ。こちら HLG です。 CPU がもうかなり来てますね。はい、終わりました。これで XAVC-S の方が一旦終了です。ビットレート100メガの422、10ビット
これらの3つ、これがちょっと格付きました。で続いて XAVCHS の 4K24P の動画をそれぞれ変えながら、いろいろ変えながらですね、変えながら再生していきたいと思います。まずはビットレート50メガの 420.10bit ですね、再生します。ピチャープロファイルなしです。大丈夫そうです。ピクチャープロファイル9、 S-Log3 です。 CPU もほとんど上がってません。最後に HLG です。こちらもスムーズに再生されていると思います。はい、終わりました。次は、今とほとんど同じで50メガ、422ですね、カラーサンプリングだけ変わってます。422の10ビットですね、再生します。ピクチャープロファイルなしです。PP9 の S-Log3 です。こちらも、まだ大丈夫ですが CPU がちょっと上がってきてますね。こちらが HLG で、 HLG になるとカクカクしてきますね。 CPU もかなり上がってますね。 GPU はそんなに大丈夫そうなんですけど。はい、終わりました。はい、今のは PP10 HLG だけちょっとおかしかったです。はい、続いてビットレート100メガに上げてカラーサンプリング420の10ビットの映像を再生します。ピクチャープロファイルなしは全然問題ないです。S-Log3 も問題ないです。 CPU も上がってません。HLG も問題ないですね。 CPU も上がってません。はい、終わりました。で最後にもう一番最高画質ですかね、一番上の設定です。ビットレートは100メガでカラーサンプリング422の10ビットで再生します。再生します。かなり CPU が上がってますが PP なしはなんとか乗り越えました。 S-Log3 も、CPU かなり上がってますけどなんとかスムーズにいっています。で最後 HLG ですね。 HLG はもうカクカクしてますね。これは CPU も上がってます。はい、終わりました。今全部終わったのでこの表にまとめたいと思います。ちょっと表に丸バツを追加してみました。ここですね、この右側のこれですね。で再生できたのが丸で再生できたかったのがバツです。でこれらを見てると、共通項何かっていうとこれとこことここですね、この3つですね。でこれ共通項何かっていうとカラーサンプリングが422なんですよね、これらだけで。420の方はどれも XAVCHS も S も全部大丈夫です。で XAVCS の422は全部見れません。ここつきます。で XAVCHS は422でも PP10HLG だけもたつきます。なのでもしかしたら XAVCHS の方がもしかしたら編集しやすいのかもしれませんね。で
この422っていうのは何かっていうと、ソニーユーザーさんであれば、さっきの α7S3、α7III、α7R4 を、α7C かな、その中ですと、この422ってあるのは、α7S3 だけですので、α7R4III C を使っている方は、おそらくこの M1 チップの MacBook Air で、動画編集というのはできるんじゃないかなと思います。ただちょっとその実機で試してないのでわからないですが、おそらく同じ記録方式、記録設定があると思うので、ビットレートちょっと違うと思うんですけど、まだあると思うので多分大丈夫だと思います。注意しないといけないのが、 α7S3 を使っている方で HLG を使っている方、もしくは XAVC-S の422のカラーサンプリングで撮影している方は、M1 チップ MacBook Air で編集はちょっと難しいのかなっていう感じですかね。なので、もしそれほど画質にこだわらないのであったら、420で、カラーサンプリング420にして、画質というか、色ですかね、これは420にして撮影するのもありかなと思います。そんな感じですかね。なので、この表をぜひ参考にしてくれたら嬉しいです。